やーやー皆さん、奇跡と申します。今回も魔女の家実況プレイをやっていこうと思います。今回やっていくのは、何か縛るもの、そして蝶を救え、この2つのワードを重点的に調べていきたいと思います。ちょっと待って、無理、ちょっと待って、1回出させて。あー怖かった、もう怖い思いをした。これ蝶じゃない、もしかして。ガラスケースに人間の頭部のようなものが入っている。ガラスはひび割れている。ガラスケースに青い羽の蝶の模型が入っている。行っていく。ガラスケースは頑丈で外れそうにない。どうしたらいいの。汚い紙切れが入っている。読む。縛るものは樽の中。本棚にぎっしりと本が詰まっている。ちょうど一冊抜けている。うわー、ここに何か入れれば、じゃあどっかの部屋が開くってことだよね、きっと。蝶これじゃない。ロープ手に入れました。押しちゃった。この紙見たいのに、なんて書いてあるか読めなかった。ちょっとこれもう一回出て入ったら見れるかな。わ、終わった。びっくりしました。雲は目が悪い。色まではわからないだろう。なるほどね。青い蝶々を先に取って、あの黄色い蝶とすり替えれば多分雲も起こらないってことだよね。待って、もう何、動いた気がするじゃないよ、動いてたよ、バカなの。黄色い蝶とすり替えればいいはずなんですけど、持っていけないから。あ、なるほどね。まず順番に行くんだったら、ロープを手に入れたから、ロープから渡しに行きましょう。ロープどうぞ。あ、それくれるの。ロープあげる。ありがとう、これあげる。読むと死ぬ本。なんてものを渡してくるんだお前は、バカ野郎。なんてものを渡してくるんだよ、やめてくれよ。ちょっとひどいじゃんねえ。いらない、こんな本。あ、ね、わかった、わかっちゃった、私わかっちゃったんだからね。え、なになに、もう許してよ、勘弁してよ。いや、もうマジでバチクソ怖い。もう本当に出てくんのやめてほしい。急に人間とか、人間じゃないけどさ。で、多分ここだよね。一冊抜けてるから、これをはめるといいってことだよね。読むと死ぬ本って書いてあるよ、だって。本を差し込もう。本差し込んだ。読むか死、読むと死ぬ本使いとんのに。読んで死なんかった。やばいやろ、私。ガラスケースが外れる音がした。お、いいじゃん、ギミック取れた。え、なに、ねえ、絶対なんか来るじゃん。やばい、怖いよ。え、これどうしたらいいんだろう。いや、もう怖すぎ。待って、自信ない、マジで。うわ、来たよ、もう。ほんと、来るよ、多分。来るよ。来るよ。はい。はいはい。あ、うーん、もう、やだな。やだな。はい。オッケー。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、もしかして。もしかしてだけど、逃げれるんじゃない。よし、やった、やっと逃げれた。あ、怖かったよ、ねえ。まだおる、もうおらん？怖かった。どこに行ったんだろう、あの方。ああ、よかった。今、とりあえず、蝶の偽物を持ってるから、色まではわからんって書いとったけん、ちょっともともとあった蝶と入れ替えてくるわな。もう怖すぎて、ちょっとめっちゃお腹痛いねんけど。取る。取って、持ち物の蝶の模型を使う。引っ掛ける。あ、いいじゃん。もうこれで怒られまい。あー、え、なに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 、あー、怖かった。よそ見しといてよかった。あ、あ、蝶は手のひらから飛び立ち、壁の外へとすり抜けていった。どこかで鍵の開く音がした。なんて幸せなんだ。今度は猫がいないよ。ねえ、セーブさせてよ。何者かが
ロープで吊られている。うーん、ごめんね。多分ここにおった人、私があげたロープで。もうマジでしんどい。あ、ドア開いた。なんか君、私全部踏んでいこう。あ、おった、よかった。壁に赤いものがべったりと塗られている。急に死んじゃったんですけど、ちょっと今回ここまでにしたいと思います。今回結構サクサク進んだんじゃないでしょうか。まあ死んだシーンもね、相変わらず多かったですけど、物語としてはかなり大きな進展があったんじゃないでしょうか。次回もぜひお楽しみに、ということでね、ここまでの動画が面白かったな、いいな、楽しかったなと思った方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。